はいおはようございます、えー、今日は朝市でリコール作業をしておりましたこれですねスズキの軽トラの、まあ、キャリーですねキャリーの燃料タンクの交換ですで、えー、タンクのこの部分かな亀裂が走るということで、えー、この対策品の燃料タンクにもこれ対策品のものですねでも燃料も移し替えたんであとは車に取り付けるというだけです でまあ、このリコール作業はもう全然難しくないです作業的には何にも難しくないんですけれどもまあ唯一難しい難しいというか面倒くさいのが燃料の移し替えですねえー、それがちょっと面倒くさいなというのがありますけれども、えー、もうこれ作業完了しましたでちょっとね古い方もうほもうねちょっと持っていっちゃったんですけどもここねここが対策品は補強されているということですね取り付け部分ですね、はい、というわけでこれ取り付けしていきます はいこんな感じで燃料タンク取り付け完了しました最近ですね本当にスズキのリコールたくさん紹介しております燃料タンクの交換で燃料タンク上部のホースの交換だったりあとまあステアリングのこのジョイントの部分のブーツかなジョイントっていうかあの L 字の部分のブーツそれを交換するリコールあとヘッドライトのバルブですね 高齢、えー、ですね。この4つぐらいが今、えー、結構集中的にリコールしておりますので、あ皆さんもですね、あのまあ、も,もちろんですね、鈴木に限らずリコール来たら早めに、えー、受けるように。そしてまあ、受けるときはですね、あの部品の手配とかもありますので、あの必ず、えー、予約とかした方がいいと思います。あの多分いきなり行ってもリコール部品がなかったりだとか、えー、時間がかかるリコールだと、そう代車に代車を。えー さななきゃいけないけととかあ,りますあると思うんであのリコールだとしても、えー、予約した方がいいです。はい、というわけで、えーっと、とりあえず今日の「朝さイチ」の作業、リコールは完了です。さあ、そしたら、えー、今日も質問に回答していきます。で今日いただいた質問は、アクティのヘッドガスケットに関することです。で、えー、っと、質問いただいた方は、HA6 のアクティに乗っていますと。で、この先もずっと乗り続けたいと思ってるんですけれども、この ヘッドガスケット、えー、この持病があります。なんで、今のところトラブルはないんですけれども、このヘッドガスケットは予防で交換しておいた方がいいんでしょうかという質問いただきました。でこれですね、えーと、僕の意見としては、予防で交換する必要はないかなと思います。えー、ですけれども、その予兆が出たら、ちょっとですね、車屋さんに行ってですね、早めに交換した方がいいと思います。 その予兆っていうのは、えー、僕もまあ説明したことあるとは思うんですけれども、まず、えー、第一段階として、水の流れる音ですね。えー、ダッシュボードの中あたりから、こう、特にですね、朝一番、えー、エンジンが冷えた状態でエンジンかけた時に、水の流れる音が、えー、することがあります。ちょろ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 いう音がですね。まあ、これはですね、もう本当にエンジンかけてすぐですね。エンジンかけてすぐ、ちょろちょろちょろって流れる音が聞こえて、 止まりまりすで。こういった症状が出てきたら、えー、と冷却系統内に水がかんでいる可能性がありますので一度ですねこの車屋さんに行って点検してもらった方がいいと思いますでその第1段階が、えー、終わるとです、ね、その次にです、ね、警告ランプがつくことがあります警告ランプっていうのはあの冷却、えー、と水温の赤いランプですね水温の赤いランプオーバーヒートしますよというランプが、えー、ついてくると思います で、こうなってくると、もういよいよ症状が進行しているということなので、えー、速やかに車屋さんに見てもらってください。ヘッドガスケットの、ヘッドガスケットが抜けている可能性が高いです。で、ただですね、この赤いランプがついたとしても、えっ、ー、と、エンジンにダメージが来るっていうことは、えー、まあ、僕が今までこの赤いランプがついてヘッドガスケットを交換した中では、エンジンダメージがあったことは、 え、一個もないですね。一回もないです。まあ、ただもしかしたら、まあ僕もそんなに数こなしてるわけではないので、わかんないんですけれども、ただまあランプがついた程度では、エンジンダメージが来る深刻なことにはならなかったですね。まあ当たり前ですけれども、その赤いランプがついたままでずっと走ってたら、えー、ダメージは来ます。<laughs> そうじゃなくて赤いランプがパッとついて、あ、やばい。 って思った時ぐらいだったら、こういった早期の発見だったら、えー、特にエンジンダメージはないんじゃないかなと思いますので、この赤いランプがつくというのも一つの目安にしておいてください、まあ。ただですね、その赤いランプがつく前に、やっぱり水の流れる音が一つ、えー、目安になるかなと。水の流れる音と赤いランプがつく。えー、も,もっと言えばですね、あの、冷却水の量とかをね、 あの、サブタンクの量を確認していただく。サブタンクじゃなくて、サブタンクとラジエーター内の、えー、水の量も確認していただくというのが一番いいかもしれないんですけれども、まあ、なかなか、えー、できないと思いますので、一つこの流れる音とランプがつくということを目安にしてみてください。えー、それからでも、えー、ヘッドガスケット交換しても、えー、遅くはないと思いますので、えー、こうやって予防で交換しなくても、えー、いいかなと僕は思います。 さあ、えー、もう一ついただいた質問なんですけれども、えー、今度はタイヤとホイールに関することです。えー、っと、質問いただいた方は、えー、夏タイヤ、ノーマルタイヤだとハンドルが左に取られますと。で、スタッドレスを,スレスをつけるとま、えー、っすぐになるということなんで、これどういった原因が考えられますかということなんですけれども、 ま、正直ですね、あの、オンライン上で、えー、故障診断することは不可能だと、えー、僕はいつも言っているんですけれども、まあ、今回も、えー、確かに、えー、正確なことを言うことは無理です。あの、僕も、実物を見たことのない車に関しての故障診断は、えー、もう超能力者ではないので、えー、することができません。まあ、ただですね、えっ、ー、とスタッド、スタッドレスに交換して、治るのであれば、やっぱりそれは夏タイヤに問題があるんじゃないかなと思います。 で、質問いただいた方は、空気圧だったりバランスは大丈夫だったということなんですけれども、まあそうなってくると、その夏タイヤの、タイヤの形状だったりっていうのも影響してくるんですよね。タイヤが変に、なんか変な減り方をしていだ、していて、えっ、ー、と、表面がボコボコになっていたり、片減りしていたりすると、それでもハンドル取られることってありますんで、 こうやって、えっ、ー、と、スタッドレスで、スタッドレスに交換すると正常になるってことはもうほぼほぼ原因はナスタイヤだと思うんですよね。なんで、そのナスタイヤのタイヤと、まあホイールもですね、タイヤとホイール、これをですね、もう一度ちゃんと、えー、点検した方がいいんじゃないかなと思います。はい。なんで、えっ、ー、と、タイヤの専門ショップの方に見てもらってるんでしょうかね。え、なんで、その人にですね、あのー、ちょっとね、強く、 言ってみてください。<laughs> そしたらきちんと点検してくれると思いますので、一度相談してみてください。はい、えー、ドライブレコーダー取り付けできましたが、ちょっとね、変わったタイプ。このミラーの下、ミラー一体型なんですけれども、ミラーの下にこんななんか360度カメラみたいなのがついてますね。 で、これにプラス、えー、リアカメラもベッドあるんで、これ360度プラスリアカメラ付きっていう、えー、ちょっとあんまり僕は見たことないタイプの、えー、ドライブレコーダーです。で、えー、テスト走行しましたが、えー、問題なく映ってます。で、まあ、やっぱり360度カメラの、このカメラのおかげだと思うんですけれども、視野がかなり広いですね。なんで前方、こうでね、 360度カメラを前方にぐっと向けるとすごい広い角度,角度で撮影することができましたで、まあ、後ろは後ろでリアカメラがあるんで、まあ、かなり広範囲で撮影ができましたただこれこのドライブレコーダーは、えー、お客さんの持ち込みなんでちょっと僕は詳細がわからないんですよこれはどこで買ったのかよくわかりませんし、えー、いくらするのかもわかりませんはい、まあ、なんでちょっと詳細は不明ですが、まあ、とりあえずついたんでよろしいですね さあ、えー、今日はもう終わりです。シャッター閉めました。えー、ちょっと短めの Vlog でしたが最後までご視聴ありがとうございましたまた次の Vlog でお会いしましょうさようなら